どうも、吉本プラモデル副部長の九太郎でございます。はい、今回は、以前、組みましたこちらゴールドライタンを塗装したいと思います。サーフェイサーグレーでいきます。一回グレーのサーフェイサーで、傷などチェックして、でまた、傷があれば直して、そして、光沢ブラック拭いて、その上から、ゴールドということでございますね。そして目が赤、でここもおでこが、グリーンですかね。うん、それぐらいなんで、もう、とりあえずまずはサーフェイサーから塗ってみましょう。では、ざっと缶サフでバーッとやっちゃいます。ちょっと一回これで乾き待ちですね。でちょっと持ってたところとか、細かいところはエアブラシ拭きましょう。はい、では、エアブラシで残りの部分拭いていきたいと思います。はい、サーフェイサー拭いたんですけど、もうここですわ。こういうとこにちょっと合わせるのをちょっとここも切れてねえですね。手ごわいっすね。まあここにちょっと、こちらの溶きパテをね塗って、まあなんか、鳴らして平らにして乾いたら、でもう一回サフ拭くか、もうそのままもう光沢ブラックぶっかけるかって感じですかね。うん、とりあえずちょっと補修だけやっちゃいます。はい、また違う日なんですけど、合わせ目が消えてないとことか傷になってるところを一応溶きパテ入れて、で乾いてからこすったと。はい、で結構また下のプラの色が出てきたりしてるんで、ちょっとあれですね、もう一回サーフェイサー拭いて、もう一回足掛けてって感じですかね。はいはい、サーフェイサー、拭きまして、でちょっともう一回やってみましたね。ただもうこのまま光沢ブラックなんで、もうすごい隠蔽力なんで、もうこのままもう一回光沢ブラック全部拭いてみますね。はい、色はこちらのガイアさんの、ピュアブラック、これがねいい光沢ですんで、これを拭いてみたいと思います。はい、では行ってみます。はい、このように真っ黒になりましたね。全部に拭いていきます。はい、こんな感じで、いろいろ関節曲げたりして、ちょっと全部の、場所にね、あの光沢ブラックを拭きました。はい、こういう感じで、はい、次は、ゴールドですね。乾いたらですけど、ゴールドはそうだな、これですね、ガイアさんのゴールドはこちらスターブライトゴールド、こちらでいきたいと思います。はい、スターブライトゴールドにこちらのメタリックマスターですね、薄めイキアメタリックマスターガイアさんのこれで、シャバシャバ面に、はい、やりました。さあこれを
綺麗綺麗いいですね。よし、いいよいいよいいよ。これじゃあ全部に全体拭いてます。はい、全部にあのゴールド塗りまして、もう全部ゴールドなんだ。あとはここの目の色とこのおでこのこれですね、ここを、まあアクリル塗料で筆塗りして、そして最後に、ね、光沢トップコート拭いてフィニッシュします。はい、というわけで完成でございます。はい、はい、こんな感じですね。見てください、綺麗にしきれないっすね。ここね、綺麗にしきれない。うん、ここもね、ガタボコだしな。裏はこんな感じですね。はい、はい、というわけでこういう感じでしたね。まあなんとか最後まで塗装まで行ったんですけど、いやー難しいなー。これはプラ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 なんですよね。はい、プラ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 なんです。まあね、昔のキットですからね。でこの辺はなんかこう変形させて動かしたりするのも干渉して、まあ塗料がね、はい、まあでもこういう感じですね。はい、多分なんですけどプラもやったことない方だと思うんですけど、あの組み立ての時になんでメッキ剥がっちゃうのみたいなコメントがねあったんですけど、こういうことですね。こういう風に塗るからということで、まあ見てその方がまた今見てるかわからないですが、まあそのまま組めばここに合わせ目があったり、ここに合わせ目があったり、まあするということですね。それがこうなると、はい、色もね、スターブライトゴールド吹いた時は割とこの箱絵に近かったんですが、クリアを、吹いたらなんか濃くなりましたね。はい、なんかよりゴールド感が出たという感じになったんですけど、はい、こういう感じになりました。ちょっとねライターにしてみましょうか。はい、こっからこれをかぶせてこうなるってことですね。ジッポライターになるということでございますね。はいはい、ということでゴールドライター、こういう感じになりました。だいぶねいい経験ができましたね。古いキットでガンプラじゃなくて変形もする古いキットということで、なかなか、ね、合わせ目消しとかねいろいろ大変だったんですけど、はい、非常にいい経験値が積めました。はい、というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。